今回のフーズフューチャーはスーパーフードパティシエである榊原和美さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、初めて榊原さんのお店に来させていただいた、大網白里市の、はいはい、宿で、はい、大変素敵なお店ですね。ありがとうございます。いや本当にこれこの素敵さがですね、画面で伝えられないのが残念なぐらいですね。もう本当ここに来られたら皆さん分かると思うんですけれど、もうまさにパリです。この中はもうパリに来た感じのですね、とても素敵なお店で本当に大変感動しております。ありがとうございます。でですね、本当に現在ですね、スーパーフードパティシエとしてですね、大変ご活躍されている榊原さんですが、どのようないきさつでですね、ここまで至ったかというお話を最初に伺わせて聞かせていただきたいんですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、きっかけはガトーショコラが昔から大好きで、でいろんなカフェとかケーキ屋さんに行って食べ歩いたりして、はい、でもなかなかこう自分の好きなガトーショコラに出会えなかったので。なるほど。はい、もう作っちゃえと。いくつぐらいの年の時にそういうもう自分で作ろうと決断されたのは何歳ぐらいの時ですかね。ちょうど大学出て、はい、ABC クッキングスタジオに入社したんですけど、はい、そこでちょっとケーキのノウハウを、うん、ま、働きながら学んで、はい、まあ、その時ですかね。自分の好みの味にするのには何が必要でとか、うん、何を減らしたらいいのか足したらいいのかとか、はい、そういうのが大体なんとなく分かってきたので、はい、それからですね。なるほど。はい、ということは一番最初のきっかけはガトーショコラに対する熱い思いで。そうですね。なるほど。はい、美味しいのが食べたくてですね。はい、でその後榊原さん自宅で、はい、ケーキ教室を始められるわけですが、はい、それはどういうところから始められたんですかね。そのガトーショコラがお友達とかに食べてもらうと結構喜ばれたりしたので、なるほど、オリジナルレシピっていうのをちょっと挑戦してみたいなっていうのがありまして、はいはい、それで、まあ、それを伝えられたらなというところです。なるほど。じゃあ友達の輪からこうだんだん広がっていったような感じで、はいはいはい、でこうまずは自宅ケーキ教室から始めてみたと、はいはい、いうことなわけですね。はい、で、今食育家としてもですね活躍されてるんですが、そういう食に関しての、ガトーショコラを飛び越えてですね、はい、乗り越えてというか食に関してのその興味を持つきっかけになったというのはどういうことがきっかけだったんでしょうか。はい、ケーキっていろんな材料を使っていくんですけど、はい、たまたまちょっと母がどこからか話を聞いてきたのか、白砂糖が体に良くないっていうのをまず聞いて、で、まあ、なるほどと思って、そこからちょっといろいろ調べたりとか、はい、し始めたら、まあ、お砂糖以外にも危険なものってたくさんあるんだなっていうところで、はい、まあ、そういうのをやっぱり自分が口にするのもと思って、そこからちょっと勉強し始めて。なるほど。っていう感じですね。はい、そうですか。スーパーフードの方の出会いっていうのはどんな感じで出会われたんですかね。はい、スーパーフードはちょうどエステティシャンをやってる友達が、はい、インターナショナルスーパーフード協会 の、はい、スーパーフードアドバイザーっていうのを今度受けるんだっていう話をちょっと聞いて、で私もケーキの仕事するにあたって何かこうもうちょっとこだわりを持ったオンリーワンのお店にしたいなっていうのがあって、なんかそこでちょっとピンときて。なるほど。で私もその後すぐに受けに行きました。はい、はい、そうですか。うん、でそれでね、スーパーフードとの出会いがあって、おそらく今スーパーフードパティシエと、名乗ってらっしゃる方は榊原さんが日本でただ一人の方だと思うんですが、
そういう出会いがあったわけですね。そうですね。そういう意味では友達に感謝ですね。はい、本当に感謝です。わ、はい、かりました。はい、今ですね、スーパーフードパティシエとしてですね、いろいろなですね、スーパーフードを取り扱ってるパティシエということでですね、そう独特の他のパティシエにはないですね、ご苦労があると思うんですが、その辺の話を聞かせていただきたいと思うので、よろしくお願いします。はい。体によくっても、美味しくなかったら意味がないかなと思っていて、スイーツって本当楽しみだったりとか、はい、癒しとか、そういうのがすごく大きいと思うので、はい、まずはもう味がとにかく美味しくなければ意味がないと思っています、はい、で大体体に大人の方だったら体にいいとか、あとは美容にいいってなると、多少の味はちょっと我慢できるかなっていうところもあると思うんですが、実際ちょっと子供に食べさせた時に、はい、やっぱ美味しくないってなっちゃうと食べてくれないんですよね、なので子供にも美味しいと、純粋に美味しいと思ってもらえる味をまず第一に考えてます。なるほど、はい。実際こうお砂糖の量とかをこう、はい、減らすとやはりちょっと子供たちは美味しくないとか、そんな感じなんですか？やっぱり今までというか通常のケーキとか、お菓子って作ってみた方はご存知だと思うんですけど、ものすごい量のお砂糖とかがやっぱり入ってるので、そういうのに慣れてると、もしかしたらちょっと甘さが足りないって思ってしまうかもしれないんですが、そこを別のところでカバーできるようにとか、甘すぎなくて逆に美味しいって言ってもらえるようなものですね。だから平面的、ただ甘いだけで美味しいって、なるほど、甘さだけではなくて、甘さだけではないです。なんかこう味を、できてるか分かんないんですけど、立体的に考えるというか、そう、甘ければ美味しいではなく、なるほど、甘さが控えめの中でも、なんかこうコクだったりとか、他のなんか違う味で立体的に美味しいっていうのを心がけてます、はい、ちょっとうまく言えないんですけど、もうはっきり言ってもう食べてもらえば分かるって話なんで言葉にしてもらうのは私も本当は心苦しいんですが、でも十分伝わってると思いますね、はい、はい、平面的な味からではなくてですね、はい、平面的な、ね、一連のこうべったりとした甘さではなくて、はい、重層的に甘さを捉えていくってことですね、はい、そんな感じを目指してます。なるほど、はい。あとこうスーパーフードを使うことによって、こうお店をやられてるので、やはり原価が上がったりとか、そういうことってやっぱりありますか？そうですね、やっぱり使う材料にこだわればこだわるほど、仕入れる原料っていうのはすごくやっぱコストがかかってしまいます。そうですよね、うん、そうするとどうしても売る値段の方にもつくということですね。はい、はい、なんかそうですね、自宅でやってるのもあったりとか、はい、あとはほぼ一人でやってるので、そういうところでなんとか、はい、コストが増えるとそうかできてですね。わかりました、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、次に榊原さんがご考案されたですね、スーパードスイーツについてですね、お話を伺いたいので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。まずこちら、はい、ケーキなんですけど、はい、スーパーフード、日本の誇れるスーパーフードって緑茶だと思うんですが、その緑茶を使った、ローケーキです、はい、で、あと分かりづらいと思うんですけど、ちょっと上に濃い層になってるんですけど、これはスピルリナっていうスーパーフードを使って、上をコーティングしてあります。なるほど、はい。なので食べてきれいにっていうのがコンセプトなんですけど、はい、体のサビ取りをしてくれるような、はい、そんな感じで考えて作ってます。じゃあ美容と健康に意識したものだということですね、はい、はいはい、まさに、はい、やはりスピルナっていうのは結構そういう意味では美容にそうですねいい感じですか？はい、
ただね、あんまり入れすぎてしまったりすると、はい、やっぱりちょっと海藻臭かったりしてしまうので、あの表面だけにしてみたりとか、まあ、そういうちょっと工夫をして、はい、食べやすいようにしてます、はい、この緑茶というのは、はい、そういうどういうふうなものなんですかね。緑茶はあの粉みたいになってるんですか。はい、パウダー、あの、あ、有機抹茶を今回は使っていたりとか、 あとはそうですね、あの粉茶、有機の粉茶を使って、はいはい、あの火を通さずに作ってます。なるほど、はい、じゃあこれを食べると元気になって、はい、ピチピチに、はい、ちょっとでは食べさせていただきます、はい、これも約束ですね、本当に。では小麦粉もお砂糖も卵も乳製品も使ってないので、うん、美味しいです。美味しいです。うん。緊張しました。いえ。ね。思った以上に甘いですね。甘みがちゃんとしっかりとありますね。はい。これはお砂糖はどれぐらい？あ、これはメープルシロップを使っています。なるほど。はい。じゃあいわゆる白砂糖は使ってないですね。あ、もう信じられないですね。はい、あとはあのデーツっていう、はい、やつみ足の実で、あのお砂糖の代わりにしたりとか、うん、そんな感じでしています。なるほど、はい、いや本当あの普通のケーキと全然違いますね。そうですか、はい、あの先ほどあのおっしゃってたこう平面的な甘さじゃなくて、はい、こう立体的な甘さだっていうのがよくよくわかるものでした。ありがとうございます。いや本当にこれがなんかこう伝わらないのが残念でしょうがないですね。どうしてもこういう番組っていうのは匂いとか、うん、味が伝わらないんですね。ですのでぜひですね、はい、この番組見てる方シュクレまで来てください。すぐそばです。きっと皆さんの家のすぐそばにありますんで、ではもう一品ちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、こちらは、はい、これはあのテフっていうスーパーフードを使ったあのクラッカーになります。で、あのこちらはあの甘みはほとんどなくて、あの塩麹を使ったクラッカーなんですけど、はい、あのまあ、クリームチーズとか合わせてあのおつまみ感覚で召し上がっていただけるように、結構女性に人気で、あの、まあ、フルーツとかマスカルポーネチーズとかをトッピングされてる方もいますし、はい、私があのこのクラッカー自体はあのビーガンなんですけど、あのもしあのビーガンにこだわらなければ、まあ、こういうクリームチーズとか合わせて、で好きなのはメープルシロップを、はい、なるほど、垂らすのが好きです。ああいいですね。こんな感じで。なるほど。はい。これはテフというのはどういう、はい、テフはあのものなんですか。聞いたことのない、あの多分見られてる方ほとんどから聞いたことのない食材だと思うんですが、はい、あのエチオピアなどで主食で使われている、はい、あのグルテンフリーの穀物なんですけど、あの世界最小のサイズの穀物で、あのすごく栄養価が31種類のビタミン、ミネラル、あとカルシウム、食物繊維がすごく入っていて、で、あのパウダー状と粒状があるんですけど、両方取り入れて作ってます。なるほど、はい、ではあれですね、あのグルテン の、はい、あの結構子どもたちで今、はい、ね、あの小麦アレギーの、うんうん、子供たちとか食べれる、はい、安心して食べれるスイーツだということですね。はい、わかりました。ちょっと、はい、いきます。はい、手がベタベタになっちゃう。大丈夫です、大丈夫です。うまいですもう絶品ですね。これありがとうございます。これはもう見てる人来ないと後悔しますよ、これは本当に。これは子供喜びますよね。そうですね、結構うちの小5の息子も、うん、結構好きですね。うん、わかります。これはもう全く普通のスイーツと何らこう健康にいいとかそういう感じじゃなくて、うんうんうん、普通に美味しいです。ありがとうございます。もう健康とか美容とかそういう概念を超えて美味しいので、これがもしもこの形でね、
体質がね、アレルギー体質の子供とか、うん、アトピー体質の子供が安心して食べれるんだとするならば、まあ、素晴らしいことですね。本当にこういうスイーツを考案される時ってのは、はい、どういう今お子さんを育てながら、うん、はい、お店を切り盛りしながらということだと思うんですけど、どういう時間帯とかでこう思いついたりとかされてるんですか？うん、なんかこう逆に忙しい時に思いついたりしちゃうので。なるほど。もう夜中とか、うん、本当徹夜で作ったりもしますし、もう毎日作っては味見してるので、もう完成した頃にはもう自分ではもう食べたくなくなっちゃうぐらいただまた食べたくなるっていうのが、まあ、自分の好きな味で作ってるので、これは結構塩麹の加減で苦労したというか。なるほど。これ塩麹が入ってるんですね。はい、塩麹が入ってます。いや、びっくりしますよ。これ本当見てる人びっくりしますよ。こう塩麹が入ってるってことが信じられないですもうとにかくコクがあって、甘さの中にコクがあってっていう、まさに立体的という言葉がぴったりですねありがとうございます。いやいや、本当に大変美味しいものをいただきありがとうございました。ありがとうございます。スーパーフードパティシエでありながらですね、食育家としての、側面もお持ちの榊原さんですが、今後ですね、ご自身の活動を通じてですね、こう伝えていきたいことっていうことのですね、お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、まあ、私もガトーショコラが好きから始まったそうですね、この仕事なんですけど、はい、まあ、学びながら、まあ、現状というか、この加工品だらけの、うん、食べ物だと、まあ、私も2児の母でもあるので、うん、子どもたちを守っていけないなっていうのをもう日々強く感じていて、まあ、少しでもそういうこのお店がきっかけになったりとか、ちょっと興味を持つっていうところを何か与えていけたらなっていうのが、はい、こう強く思ってます、ね、そうですよね、はい、もう本当子どもはやっぱしお菓子好きですから。はい、大好きです ね、 ですよね、はい、そのお菓子からこう伝えていける食育っていうのは、本当に私もこう食育の仕事をやってて、うん、これよくママの食育教室とかですね、子供のための食育教室とかっていうのいろいろあるんですが、昔からあるんですね。でも大体こう壁にぶつかるのが、もう昔から美味しくないと子供が言って大体頓挫するというのがですね、この業界の今までのこう定説というかですね、パターンだったところをですね、おそらく榊原さんの活動っていうのは、それを美味しいスイーツでも食育ができるんだよっていうメッセージは、僕は本当に果てしない可能性を感じてますし、これができる人はもう榊原さんしかいないんじゃないかなと思って今回ですねインタビュー来ました。正直なところ、ぜひですね、本当にまだまだ世の中がですね榊原さんについてきてないところもあるんですが、ね、本当こう心折れることなくですね、がっつりですね、はい、やっぱし美味しいものの本当に美味しいものって何なのかっていうですねところになってきた時に、やはりそれは例えば人工的に作った砂糖ではなかったりとか、うんうんうん、おそらくスイーツの世界でいうと、うん、トランス脂肪酸ですよね、うんうん、たくさん使ってますもんね、はい、正直なところ、うん、特にね、クッキーなんかこう、うんうん、サクサクとしようと思うと、そうですね、ですよね、うん、そういったですね、もう今アメリカではほぼ使われてないようなものも日本で使われてますし、うん、はい、でも日本の場合はね、うん、じゃあそういうトランス脂肪酸を使わないでどうやって美味しいスイーツを作るんだというジャンルがまだ確立されてないんですよね、うん、ですのでぜひともですね、そういうジャンルをですね、うん、確立する第一人者になっていただいてですね、どんどん広めていただければですね、はい、おそらくね、子どもたちが変われば、うん、やっぱり未来変わりますから。本当そうですね、はい、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。最後になりますが、はい、この番組はフーズフューチャーと言いましてですね、食の未来について語るということがテーマになっています。榊原さんのお考えになる食の未来についてお聞かせください。はい、まあ、未来っていう本当にスケールの大きいお話はなかなかできないんですけど、日々の食事で結構ね、
忙しいじゃないですか、はい、あの子供に食べさせるものを作ったりっていうので忙しいんですが、あのその日々の生活を食生活を気をつけてれば、それがまあ子供の健康につながり、で子供がいずれまあ結婚して、もし子供ができた場合、そこでまたあの私が伝えてきたことを生活に取り入れてもらってっていうことを地道に地道に続けていけば、いつかその未来ですね、あのこのままだとやっぱりあの暗い未来がもしかしたら、あの暗い未来になってしまうかもしれませんが、そういう一人一人 の, あの気づきで、スケールの大きい話ですがあの健康的な、ね、未来が築けるんじゃないかなと思ってます。わかりました、はい、大変期待しますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。フーズフューチャーとは、番組ナビゲーターにフードジャーナリスト兼食育プロデューサーの尾崎雅彦氏を迎え、地球環境と共生可能な未来の食のあり方をテーマに、現在の食のあり方に一石を投じながら各界のプロフェッショナルをゲストに語り合う対談プレミアム番組である。